はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画なんですが、ユニフォームですね。まあ簡単に言うと仕事着ですよ。その仕事着をですね、まあ弊社春は4月で、まあ冬は11月にですね、従業員全員に会社支給してるんですね。まあ2枚ずつなんですが、でまあその2枚ずつ支給しているそのユニフォーム、一体いくらかかるのっていう話ですね。はい、それとですね、今、まあ、7月の、今日が30日ということで、この8月からまた1名のですね、求人がありまして、弊社で働くということでですね、その方のユニフォームができたと、いうことを連絡受けましてね、今、そちらの方へ向かっているんです。で弊社、ユニフォームはですね、練馬区高山にあります中央医療株式会社で、発注かけてですね、仕上げてもらってるんですが、まあ、それの値段ですね、値段をですね公表していこうと思います。はい、おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。今お持ちしますね。はい、はい、すいませんね、なんか1枚2枚で。いや、そんなことないですよ。こんな立派な家紋で、でも結構目立つでしょう。いや、でもそうでもないですよ。みんな派手に絵やられてますよ。そうですか。すごい。2万円からでいいですか。はい、はい、じゃあこちらにサインをお願いします。そうですね、今あのコロナ事情はだいぶ落ち着いたんですけど、はい、ただ今オリンピックが始まってるでしょ、はい、で現場があのまた晴海なんですよ、はい、今入ってる現場が。うわ、でまたその悪いことに勝どき橋渡ってすぐあたりで、はい、あの何ですかね、あれ、オリンピックの選手の選手村、はい、選手村のすぐそばで、もう朝は5時半くらいに出て35分ぐらい、朝は走るんですけど、帰りですよ、今度、大変ですよ。で、今、首都高も1000円プラスされて、もうほとんどが、そうでしょ、下道流れてきてますもんで、たった17キロ、18キロ、2時間半かかりますもん、帰り。びっくり、いや、本当にびっくりしますよ。みんなお仕事の方ばっかりなんですからね。そうですね、もうほとんど。お問い合わせにご注意ください。これは出やすい、謎の出やすい。赤エビレアステーキ、これはマグロレアステーキ。はい、会社へ戻ってまいりました。それではですね、8月より新規雇用者のですねユニフォームがこのように出来上がりました。はい、そしたらですね、これちょっと中開けて、でどこにどのような刺繍があって、それがいくらするのか、その詳細をですね、見ていこうと思います。それではね、一緒に見ていきましょう。こちらに納品書があるんですが、はい、納品書を追っていきますね。長袖シャツということで、弊社バートルですね、こちらもう年中こちらの服を支給しております。はい、次いきますよ。ネーム括弧会社プラスロゴと書かれていますが、これはですね、この左胸にあります、ここですね。はい、これが2つ合わせて、1800円ですね。ロゴと会社名とで1800円となっております。あ、ちなみにこの長袖シャツはいくらだ、2750円ですね。そしてここの刺繍、
ロゴと会社名、これで1800円です。はい、そして、次が家紋ですか。家紋2500円。これはですね、この首部分、ここに、私のですね、家紋、自宅の家紋が入っております。はい、これが2500円ですね。次にネーム、安全第一、安全第一ですね。左袖には安全第一と刺繍が入っているんですが、はい、これが450円ですね。で、次右袖には個人名が入っております。この個人名、モザイク加工させていただきます。はい、ということでですね、これを2枚購入いたしました。作成していただきました。そこで消費税込みで、17,050円ということです。はい、2枚で17,050円と結構高いですね。領収書も、はい、このようにいただいております。はい、いかがでしたでしょうか。安いものではないです。決して安いものではないです。いくら会社支給とはいえですね、またこういったもの、支給される職人さん大切に、着こなしてですね、明日からまた従事されてみてはいかがでしょうか。はい、今回このような動画になりましたが、またのご視聴よろしくお願いします。